はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ななこ様、ご支援ありがとうございました。ちょっと多めにいただいちゃいまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。7月15日新橋、7月29日代々木タウンミーティングやります。来てねー。少子化について、いい国だったら子供勝手に増えていくんだわな。日本もですね、終戦の時は8000万人、これが5割増えたのはやっぱ高度経済成長のおかげだったのかなって思いまして、まあ反論としてはですね、貧しい途上国が増えてるではないか、ボコ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 増えているではないか、っていうもんなんですけど、まあ先進国と途上国の違いって情報量の違いなのかな。物質的にはまあ先進国の方がいいものを食えたり快適に過ごせたりしますけれども、先進国が軒並み少子化なのは情報量の多さに押しつぶされているのではないか。あとパヨどもはですね、流布する情報もたくさんありますよね。例えば若いお母さんが公演デビューで、古株のお母さんたちにいじめられたなんていうですね、そういうのを盛んに流して結婚に対して希望を持てないようにするとかね。半分の人が50点以下なんだが、そういう人も自由に発信できるようになったし、そういう記事を鵜呑みにしてね、そうだそうだっていう意見、たやすく騙される人の情報も入ってきちゃうし、そういうことも含めですね、いい国だったら子供は勝手に増えていくんだよな、っていう説を私は唱えさせて、いただきたいと思います。まあメディアがダメだと、日本はまずはメディアがダメだと、あとメディアをに騙される人が有権者だっていう、それもいい国にはならない理由ではないかなって思ってますけれども、7月11日経産省職員50代トランス男性の女子トイレ使用制限について最高裁判決。補足です。補足。手術はしてないけど、ホルモン治療もしてるし、この人に限っては女子トイレは使わせてやってもいいんじゃね？自称女性男性の女子トイレ使用の是非は、現時点では総論の判断はできない。社会全体の今後の議論を積み重ねにいきたいと。この人に限っては、各論なんですよ。この50代経産省職員に限っては、使わせてやってもいいんだねえの。マスコミ、トイレ使用制限は違法、出ました。総論に各論返すバカ野郎、いうことで、マスコミは意図的に誤解させるように仕向けてるんですけどね。極左活動家っていうか、パヨの3要素、伝統文化の破壊に従ってるんでしょうね。あとの2つは、階層破壊で自分がのし上がりたいと、言論ダーツ大好きっていうのが、パヨの特徴で、だそうであります。マスコミの意図通り誤解が進むとどうなるかっていうんです、思うんですけども、LGBT 当事者の静かな排斥が始まるだろうな。LGBT 当事者の会も LGBT 法反対っていう会見開いてましたよね。めんどくさいんで、LGBT の人は採用しない流れになんでしょうね。女性社員からは怖いっていうクレーム、男が女子トイレにいる怖い、かといってトランス専用のトイレを用意するのも面倒だし金もかかるし、使わせろって今回みたいに裁判起こされたらもっと面倒だしね、初めから雇わないって結論になることは火を見るよりも朗らか、間違いですけどね。当事者にとってもうろくでもないですよね、これ。パヨの目的は伝統文化の破壊で、人の迷惑、顧みずなんですよね。あとは階層の破壊、クラスの破壊ですから、むしろ人を攻撃したいっていう。これに加担している当事者は、先が読めないバカ野郎確定ですね。当事者っていうのは LGBT の人。で、LGBT 法とか、こういう判決、使わせてやったらいいんじゃねえの？この50代おっさん、ホルモンも売ってるっちゅうし、っていうのを応援する当事者は、先が読めないバカ野郎ですね。自民党が日本新聞協会と民放連に聞き取り調査、
NHK のネット事業は是か非か、新聞協会、 NHK の力は巨大、我々は太刀打ちできない、拡大しないでほしい、まあ、ネット事業を、地方発信のメディアが衰退する、やめてください、電子版が死んでしまいますってことですかね。新聞せっせと電子版に力入れてますけれども、まあそっから課金とか有料会員だっつってもちょっと苦しいのは変わんないですけど、一般判断です。潰し合え、勝ち残った方が我々の敵、テレビも新聞ももういらんやろ。ネットからも受信料徴収と言い出しかねないから、 NHK のネット進出は反対すべき、これも言い出してます、言い出してます。普通に ID とパスワード発行で他のサブスクみたいにというのはあまねくじゃないからダメかなんか言って、今みたいにですね、スマホテレビやったら金ちょうだいよっていうのと同様にですね、スマホ持ってたら金ちょうだいよっていう風になんとか実現に向けて動き出しております。人口減ってんだから地方メディアはほっといても衰退だろう。 NHK はそもそも存在が民業圧迫、そもそも存在が民業圧迫だろう、けどね、まあNHK の方が先にあったから、民放が後からできたから、まあ、ちょっと文句言いづらいとこではありますね。その前に新聞は談合やめろよ、談合ひどかったですね。読売も産経も毎日も朝日も、トイレ使用制限違法って見出しで揃ってたしね、地方の出来事はツイッター検索でいくらでも見れる、知れる、マサイ族ですらネット配信してる時代だぞ。そうなんだ。観光情報とか誰それさんはいついつはここにいますなんて、偽知識人宝庫だからどっちもさっさと潰れればいいと、自民党がどういうスタンスで聞き取りしたのかわかんないな。ネット事業を推進したいのかブレーキかけたいのか、推進したい側だと厄介ですね。長年 NHK を特権階級にしてるのは結局は自民党なわけだしね。自民党がよし潰そうって思ったら潰せるわけだしね。NHK は放送法72条に2項を追加し、ネット配信は NHK の必須事業化したいのは明白で、その目的がネットからも徴収したいことは、火を見るより明らか。ああ、そんなことは許さんで、新聞はいらの電子版が死ぬやんけ。紙の新聞は時期に消滅するから心配しなくても大丈夫ですね。紙の新聞はなんせ環境破壊ですから、SDGs にそぐわないですからね。こんな時ばっかり SDGs 普段は SDGs なんてとんでもねえ、ろくでもねえ、中国共産党の陰謀だわありゃ、押し付けんじゃねえ、自分らはちっとも守んねえくせに、人の手足縛るようなことすんじゃねえって、文句たらたらなんですけども、こういう時はSDGs は大事ですよね、環境は大事ですね、かなんか言ってね、今日から13日から不同意性交など罪が効力発揮、要点は以下の7つであります。同意の有無が犯罪の成立要件として明確に、後から同意じゃなかったとか言われると、捕まっちゃうっていうですね。性交などの範囲を口や肛門に拡大。なるほど、ということは男でも通用しちゃうのかな、処罰対象になるのかな、配偶者も処罰対象になる、夫でも妻でも、夫でも妻が後から同意じゃなかったって言われちゃうと捕まる。性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げ、今まで13歳だったの、これもどうかと思いますけどね、そうだったんだ。なんぼね、前田利家の奥さんの松は12歳で出産っつってもさ、わいせつ目的で16歳未満のものを手なずける行為も処罰対象に、これは手なずけたとか、まあ脅したとか脅迫したとかならわかるんでしょうけど、これどうやって判断するんだろうね、手なずけるってよくわかんねえな。撮影録画記録提供送信保管など広く処罰の対象に、7年から12年に時効延長と、12年前の、ことで捕まっちったらびっくりしたよね、ってね、何なんです、一般判断です。同意書が必須になるやんけ、
立ち会い人が必要だろ。俺は関係ないけど契約書が必要になるな。それだって無理やり書かされたって言うってね、どうにでもなる。契約書交わしても同意書交わしても録画で証拠残すしかないな。録画は処罰対象。もうどうにもなんないですね。男の人はね、同意書の書式が飛ぶように売れる。ますます少子化が促進する。邪魔な人間を陥れ放題。別れた後の復讐や小遣い稼ぎに使われる。冤罪が多発する予感しかせんと。いやよいやよも好きのうち裁判所ダメですって言ってですね、これ邪魔な人間を陥れ放題になりますね。政治家とかね、自民党議員、そういうのを予想しながら賛成したんでしょうかね。これ、予想しながら賛成したとすればバカだし、予想しなかったらそれはそれでバカだし、先が読めない。なんか陥れられる自民党議員いっぱい出そうなんですけど、これ自業自得では。大臣とかになっちゃったらもう禁欲生活するしかなくなるね、これ、うかつにさ、禁欲生活、手段を選ばない野党ばっかしなんだしさ、中にはあの革命を公言してる党もあるんだからさ、暴力で権力奪うぞ言ってる党もあんだから。7月11日 C 和夫共産党の尾形副委員長がフランスの友人に日本国民の苦しさ、暮らしの苦しさを話すと、日本ではなぜ革命をしないのか、フランスで革命とは世の中を大元から変えることと当たり前の人民の権利として語られている。日本でもそうしていきたいものですと、一般判断です。あなたたちの革命はお断りします。いや、そこまで生活苦しくないけど、人民の権利って国民じゃないのか、その人は共産党員だから苦しかったのでは。なぜ共産党員は C の独裁体制に対してすら革命できないのか。日本にはまだ共産党が存在するのかって驚かれませんでした。イスラム革命進行中のオフランス人にアドバイスされても、革命で国を荒らせばますます苦しくなる、革命は人民の権利だそうで、米国憲法、悪しき独裁政権がもしできてしまったら民衆が立ち上がってこれを倒せ、これがあの武装する権利つーかむしろ義務ってなって銃規制を阻んでんですけども、たまにある乱射事件でですね、何人被害出しても、けどいざという時に独裁政権倒せないよりマシだから、それを許容する社会的な合意もあるっちゅうですね、米国で、銃規制がなかなか進まない理由、悪しき独裁政権なら倒すべきだが、日本政府そこまで言ってないでしょ、悪しき独裁政権っていうならむしろ共産党の方が独裁じゃねえの、日本の生活は苦しいってどこの日本の話なんだろうね、それにあの独裁23年目の C 和夫は共産党内のね、大元から変えることも許さず異論はすぐ除名すんでしょ、平等配分には富の集約すなわち財産資産全部よこせ、家族も労働力として提供しろ、平等配分のためだ逆らうなの部分を決して言わない、隠蔽して隠してる、嘘つき共産党による革命は私は嫌どす嫌どす。まあ、 あの支持率 2% で、ちょっこらできそうもないんですけどね、共産党員すらももう無理って、わしら70代でそんなことする体力ないって、むしろ無理って、言ってますけど、安倍総理一周忌について産経社説、殺人は決して許されないが、で始まるやつうさんくせえ、その後結局は山上を擁護してテロを正当化してるやん、いう社説一般の、わかるわかる、パヨチンみんなこれだった、山上を栄養視するやつが栄養視するやつがよくいいやつだな、ロシアの件でもロシアが悪いがでもって論調、いつも綺麗事ばっかり言ってても心は不臭を放つぐらい醜いのが左翼、ヤフコメその書き出しばっか、暗殺が成功してよかったって言った作家はむしろ清々しいクズ、山上を擁護している人は自分がテロリスト予備軍だったということと陰謀論に簡単に引っかかるぐらい頭が悪いっていう2点を兼ね備えていることを自覚してほしいと、NHK はじめテレビも新聞も山上擁護反抗性とかばっかだね、もしかして政治家の襲撃を流行らしたいのかなこいつら、ひょっとして、そんなんだったらあの民主主義崩壊
でしょうね。民主主義崩壊、パヨの目的、階層の破壊とも合致するし、自分がのし上がりたいから、今いる偉い人を攻撃みたいな、殺人は悪い、でも山上の話が延々と続く、デモを聞いたら逃げた方が良さげっすね、どうせパヨは持ってる情報量が違いすぎて話通じないんだしね。松本潤、アースメディア代表、松潤ですか、あだ名。ツイッターで嫌われる4つの投稿。リアル社会で校長だろうが社長だろうが、それネットに持ち込むなよ、積極性投稿すんなよ、主義主張を押し付けんな、独善的先鋭的意見が受けるのは稀、ネガティブばっか書くな、過去の栄光を自慢すんな、ネットは流れていくもんだ。なるほどなるほど、反省しなくっちゃな、たまに見かけるっすね、眠いだの、腹減っただの一言、一人ごとの投稿が、私ちょっとよくわかんないですけど、これどういう気持ちで書いてんの、反応しようがねえよね、反応で言われてもね。というわけで、7月15日と、7月29日、タウンミーチングやりますんで、皆様よかったらお越しください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。